自分が前だから視界に入んなくてちょっと緊張したり不安になったりします。スキルとかその揃うスピードが学年とこはやっぱ違うから、みんながこう一個に集中してるっていう、あとティナっていうのが結構確立されて見えるようになってきてるのは、周りもそうだしティナもそうだし、センターとしての役割と周りが支えるのの役割とゴールが結構一緒になってきてるのが、リハを見てて毎回毎回感じるので、そこはなんか内面的に成長した部分が多いのかなっていうイメージが結構大きくて、さっきの鏡だし、まあ、ちょっとねみんなはここがああだったみたいなのはあるんですけど、自分的にはなんかめっちゃ泣きそうなぐらい、あいい感じやない、ファッションがちゃんと前に出てる感じがあったのと、3より振り切れてる感じが私の中ではしてるので、それをそのまま本番に持ってきてほしいなって思います。歌詞にこだわったんですよ最初。ルミムーンっていうそのファンネームっていうのを使ったので、ファンの皆様に対してっていうのでね、一個感謝の気持ちを込めてやるっていうのがあって、それをまあアイムーンってこういろんなね見せ方あると思うんですけど、かっこよくもあればちょっとセクシーなのやってみたりみたいなのもあるんですけど、やっぱティナがセンターだからこそできる演目っていう感じなので、もう一度、まあ、可愛いかつパワフルな、でそこに感謝も乗せてこう気持ちが前面に出てるみたいなのを感じてもらえたらなと思います、はい、ルミムーンに喜んでもらえるように頑張ります。